はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカ幕末コレクション勝海舟トミカ豊田 AA 型です。はい、しっかり見ていきます。ボディカラーは全体的にブルーだね。ちょっとツヤのある濃いブルーっていう感じかな。で、正面から見るとバンパーとグリルとヘッドライトがゴールドだね。で、ボンネットのところはこんな感じで、で、ルーフのところには神戸海軍総連所って書いてあるね。で、横から見るとこんな感じで、勝海舟モデルだから勝ってここに書いてあるね。で、後ろの方はバンパーのところがゴールドで、後ろにはスペアタイヤがあるね。これは樹脂パーツかな。で、反対側はこんな感じだね。左右同じデザインだね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアが開きます。うん、中もちゃんとベンチシートになってるんだね。で、裏の方はトヨタモデル AA2001 年の写真になってるね。で、全体的にシールとかはなくて、これもプリント全部されてあるね。で、全部窓ガラスは後ろもだけどクリアパーツになってるね。うん、ドアが結構小さいね。で、後部ドアは開かないけど、これ実際はこう観音開きみたいな感じで開くんだね。うん、いい感じでできてます。はい、箱の方は正面のパッケージがトヨタ AA 型の写真があって、周りはなんか歴史の教科書みたいなイラストだね。横はこんな感じになってて、で、後ろはこんな感じだね。書店限定だからちゃんと値段も書いてあるのかな。はい、今日はトミカの幕末コレクション勝海舟トミカ豊田 AA 型を紹介しました。この車種っていうのはトヨタ自動車が一番初めに量産した車なんだね。その当時はトヨタじゃなくてトヨダなんだね。うん、すごくレトロな感じで可愛いね。で、これはまだオムニセブンっていうところでネットショップで予約できるね。あとは書店限定だから本屋さんかな。ネットだといい本っていうところで予約ができます。で、まだ手に入れてない方はネットショップの方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。